今月6日に開幕する夏の甲子園大会に向け、鳥栖工業高校野球部の壮行会が開かれ、選手たちが健闘を誓いました。壮行会では佐賀大会の優勝旗を手に鳥栖工業高校野球部の選手たちが入場し、生徒や教職員およそ700人が拍手で迎えました。原恒久校長は、甲子園出場は鳥栖工業に関係している多くの方々の長年の悲願、精一杯頑張ってきてほしいと激励しました。これに対し野球部の主将と監督が甲子園での健闘を誓いました。甲子園では自分たちのプレーをしっかりやり、一戦でも多く夢舞台で試合ができるように頑張りたいと思いますので、工業高校が鳥栖工業だけです、出てるのが。いろんな県の工業高校を代表して戦っていきたいなと思ってます。鳥栖工業高校野球部は今日夕方出発する予定で、甲子園大会はあさって3日に組み合わせ抽選会が行われ、6日に開幕します。